ようこそ、パイオニアレコード主催のオーディションへ。このオーディションの目的は、言わずと知れた新人歌手の発掘であります。生き馬の目を抜く勢いの音楽業界において、我々ミュージシャンが生き抜いていくのに絶対必要なものがあります。それは、何でしたっけああ、そうか。僕はてっきりお金かと思いましたよ。なんてね。えっと、うん、必要なもの。 それは才能と運です。第一、第二次審査を通過した今、ここにいるあなたたちは、すでに運がいい方たちです。ええー。ねえ、本当にこれ言わなきゃいけないの嫌ですよ、俺。え、うん、しかし、わかりました。なぜ君たちが運がいいかというと、ここに僕がいるからです。 このマサキ展示が、最近は T マサキなんて言われたりもしていますが、手掛ける曲全てがミリオンセラーというまさに日本を代表する音楽プロデューサーの僕がいる限り、君たちの運の部分は完璧です。あとは才能です。今日はそこを見せていただきます。長くなりましたが、以上を挨拶に変えさせていただきます。皆さん、頑張ってくださいいくらハットリを聞かすためとはいえ、 なんで自分のことを日本を代表する音楽プロデューサーなんてえいいから始めろわ <laughs> かりましたよそれではオーディションは始めます番号を呼ばれた方はステージに出てきてください歌う秘密の天地無用 オーディション、オーディション。一番良子、行くぜ。あーついに始まるんだわ、オーディションが。良子、怖い。どうしよう。足が震えて、一歩も歩けない。なんてな。たかがオーディションじゃねえか。どうってことないぜ。それよりも、まさき天地、いいな テレビで見るよりずっといい男じゃないかこりゃいただくしかないねオーディションも天地も <laughs> あ呼んでる呼んでるおっしゃいっちょやったるか1番りょうこ岡山県樹来郡楠木村出身ピッチピチの17歳でーすチャームポイントは ナイスバーディーそして、男を立てることにおいては、誰にも負けないってことです。これは、チャームポイントっていうよりは、うー、特技かな。なんてね。<laughs> え喋るのは後先に歌を歌えわかったよ。天地、あたしの歌、ちゃんと聴いててね。その時が、お前があたしの虜になる時さ。